こんにちは、グッピー小杖です。今日はメスティン料理対決っていうのをやりに来ました。めちゃめちゃ楽しみにやってきたんですけど、楽しげでしょ、楽しげでしょ。いきますよ。今の動画を出しておりますタケ TV100 と申します。今日は一緒にメスティン料理今日は鉄道動画を出してますシゲモンです。よろしくお願いします。そしてババンケイニチです。もうメスティンといえばケイニチ、ケイニチといえば酒っていうぐらい本当に部類のいろいろ好きなんですけども、これから頑張っていきますのでよろしくお願いします。お願いします。そしてババーン。どうも、夏キャンプと申します。今日はですね、こちらの皆さんはちっちゃいメスティンなんですけど、私はなんかもう性格も顔もたれどもでかいんですけど、ラージメスティン。昨日ちょっと遊んでて下ごしらえを全然やってきてないんですけど、ちょっと今から下ごしらえをしつつ調査さんに教えていただいためちゃめちゃ美味しい明太子アヒージョを作ります。もう剥きます。ほんまやってこいってな。じゃがいもは剥いてこようと思ったけど、剥いたらなんかね変な感じになりそうな感じもありますもんね。みんなもメスティンに何かを突っ込んだりしているのに、私は今向いてます。近所の人たちと集まって節分やったんで手巻き寿司パーティーみたいなしてて、もうすごい楽しすぎて、なので今は今向いてます。ライムを細く千切りにします。すごい、めっちゃ遅れをとっています。どうしよう、やばい。みんなちょっとビールとか飲みながらやってるのに。芋を切ってます。リンギも切ります。え、美味しいとか言ってる、もう食べてるやん。やばい、本当にやばい。そんなこんなで用意できたので、ちらっとみんなの料理も見に行きます。お、何かしてる。あとネギとか ね、お好み焼きを。あ、お好み焼き、お好み焼きを。わお、焦げつかないんですかね。やばいな、初めて、私初めて。危険な匂いがプンプンします。ソースの匂いより危険な匂いがします。なるほど。うわ、でもめっちゃ美味しそうですね。すごい。これ何ですか、もしかしてこれは今流行りのジャガーリーゴ。さすが YouTuber。 食べてみたくて。ありがとうございます。余ってるんで、すいません、飲もうかな。大の字のやつ。いいですか、先ほど。あ、夏さん、乾杯。それはもう取らせてください。それは取らせてほしい。皆さんと乾杯したいと思います。せーの、乾杯。美味しい。今年一番うまいわ。ちょっとケンニチさんからめちゃくちゃ少量のお裾分けもらったんで、ちょっと食べます。あ、さすがケンニチさんがくれたやつはいつもと味が違う気がする。ちょっとやらってますからね。怖い。うまっ、なんか詰め方うまっ。うまいでしょ。え、なんなんですか、じゃがりこ絶対こっちからの。こぼれたんですか。こぼれたんですか。さっきありましたっけ、これ。いや、強引に入れたんですよ。めちゃめちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いします。でもメインはこれじゃない。なんで唐揚げ入れるんすか。なぜか唐揚げのすき焼きを作るっていうね。それかね、タケ TV さんが唐揚げ入れのお好み作って、もうこの豚肉をこっちに入れたいっていう。あ、なるほど。それそれぐらい美味しそう。そう、でも入れてこれに唐揚げを入れる。そうなんです。唐揚げくん、ちょっとアヒージョを作るのに、はい、まさかのニンニクを忘れてしまって、まあ、クロススパイスあるからいいかと思っとったら、まっちゃんがガーリックパウダーを貸してくれたんで、これもちょっと入れつつ、あ、コラボ万歳。業者さんに教えてもらってすごい美味しかったんで、この間やりました、明太子。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。本当ですか、嬉しいです。持ってこればよかった。めちゃめちゃ美味しそうですやん、それ完成ですね。完成やろ。唐揚げすき焼きですね。早っ。美味しそう。これでいいじゃないですか。ちょっと食べてみようかな。いける。入ってきたので明太子を入れました。で、ステップを。そうなんですね。で、結構いい感じですね。完成。大丈夫ですか。なんかできてるよ、なんかできてるよ、ね、ほらだ。あ、でもこれひっくり返す至難の技やな。めちゃめちゃ美味しそう。これインスタ映え最高ですよ。もう4人写真撮らない。ね、あれはお好み焼きですね。
家でのお好み焼き。なんやったら今一番食べたやつ。わかります。なんかもう大阪の心揺さぶられる感じ。やっぱ、ね、やっぱ関西はこれだよね。違う、これにのね、ソースの匂い嗅いだらもう関西人はもう今日はお好みって決める。わかります。すげえわかる。粉もめっちゃ好き。一番興味あるのはこちらですね。これはなんかテサラっぽいですね。まあそうですね。でもこれ結構いいですよ。簡単にできるし。まあそうですよ。これいいかポテサラのチーズバージョンみたいな。みんなの盛り合わせました。盛り合わせ、じゃあ、はい、提供してくださいました上田久志さんです。ありがとうございます。今から飲み会を始まりまーす。はい。すいません、疲れてしまう。ここでもいい香りする。これ美味しいですよ。これなかなかあのフルナって取り扱ってる店ないんであんまり。はい、めっちゃ貴重。飲んでください。あ、美味しそう。あ、いいですね。すごい。みんなおチョコやのにね。ほんまや。ありがとうございます。あ、もう白ワイン感が。一応こんな風に持っていってますけど。はい、バケットもあるんで。あ、はい。パンがまた美味しいんですよ。あ、これも私の地元のパンなんです。これ地元パンなんで美味しいです。地元パンいいですよね。地元の唐揚げくん。地元からです。地元の、こずちゃん地元のパン。うわ、美味しいです。めっちゃ美味しい。これ、よかったら。いい香り。やばい、やばい。やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。これ写真、写真。写真撮りたいですね。写真撮ろう。そんなやつ食べます。今日も結構入れてるんで。そして酒。はい。肝臓にも優しい。美味しい。美味しい、美味しい。あ、でも結構みんな。全部美味しい。食べよう。ちょっとお好み。ちょっと入れて。お好みめっちゃ美味しい。食べたい。嫌いなやつ。はい。美味しい。めっちゃ美味しいです。味が美味しい。じゃあちょっと気になる気になるこれ。これすごい気になる。最高やな。これちょっと水入れるタイプのすき焼きのやつやったんじゃないですか。濃縮タイプのやつだったんですかね。ちょっと辛いけど美味しい。美味しい美味しい。いただきます。結局やっぱ青空の下で食べたら何でも美味しい。そうですね。外で食べるご飯本当美味しい。ね、はい。継がなくてこういう感じになってます。中腰立ち飲み屋みたいな。いや美味しいですね。美味しい美味しいです。めっちゃ美味しい。隣の方と仲良くなる感じで。そう、確かに明太子やからね、日本酒も。お好み焼き美味しい。お好み美味しい。帰ってきました。ほんまね、もうみんなやっぱキャンプ好きの人が集まって、しかも今回はお酒好きの人がたくさん多くて、もうめっちゃ楽しかったです。特にあのずっと会ってみたかったあの夏キャンプのなっちゃんともお会いできて、あのすごい楽しくて、皆さん忙しかったので本当にあの料理を作って、ちょっとまあ缶ビール1本とか2本とか飲んで、なっちゃんの日本酒ちょっと飲んで、暗くなる前にというかまあ3時4時ぐらいにはもう解散しちゃったんですけど、もうあれがもう楽しくて、ほんまドローンとかバーッと飛ばしたりとか、すっごいいい写真撮ってくれて、はい。でもあれがもしも誰もみんな予定なくて、あんなにお酒好きが集まってたらもう絶対こんなんなってたと思う。いやー、やっぱめっちゃ楽しいですね。ほんまにめっちゃ楽しい。ほんまになんかなっちゃんのこの貝の酒蒸しとかめっちゃ美味しいし、めっちゃおしゃれやし、っていうかさ、あもう日本酒ないし、あ私ワイン持ってきてんで、あ皆さんワイン飲んでください。ありがとう、美味しいわ。西成のホルモンも美味しいけど、やっぱりメスティンの料理も美味しいな。そうでしょケニッツさん。乾杯。じゃあワイン飲んで、あワインもうなくなりましたね。どうしよう。あちょっと待って、缶チューハイある。えほんまに、じゃあみんなで缶チューハイで乾杯しよう。イエーイ。美味しいし、もお酒も美味しいし、もちょっと待って、いやドローン飛んでるけど、ちょっとドローン飛んでるけど、うちらの意識もぶっ飛びそうってなるわ。
はいという感じで、もしね、あの皆さんのチャンネルから遊びに来てくれた人は何しとんねんって感じかもしれないんですけどね、あの毎週金曜日に妄想女子ご飯という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を更新できるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。 Twitter と Instagram もやってるんで、そちらのフォローもお願いします。ちょっとね、本当にね、貧乏暇だし、なかなか私もキャンプには行けないんですけど、まあ、新幕も買ったし、早く張りにも行きたいし、試し張りだけでもいいからしたいなって思ってるんですけど、まあ、かっこ仮芸人やなっていうぐらい、かっこ仮がもうすごい今手帳にも散乱してて履けてないんですけど、はい、ぜひね、アウトドア女子っていうところにいろんなアウトドアの動画とか、キャンプに行った動画とかいろいろあるんで、よかったらそちらも見てください。ではではでは。